やっぱりこれは楽しいなということで皆さんこんばんは、ふさおでございます。ドラムマガジンのリロード、前回は白黒みたいな感じになっちゃってたからね、ナイトスコープだったから、だから今回はフルカラーでお送りしております。どうですかちゃんとネジも締めてんだこれ、はー、いい感じやね。ほら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 、開けるでしょ途中からちゃんと細かいですね。いやこれかっこいいな、ドラムマガジンいいですね。なんかね、まあ、ゾンビゲーって結構リロードしてる間に追い込まれてやられることが多いんで、これたくさん入るっていうのはやっぱいいんですよ。玉込め時間かかりますけどね。いやいやいや、まあそんな感じでですね、今回はですね、視聴者さんからですね、また有力な情報をいただきまして、私あの前回あの軍港、前々回になるかな、軍港ってどこ行ったじゃないですか、軍の港みたいなところ行ったと思うんですけども、あそこにあの飛行機あるらしいんですよ。飛行機、いやでもあの飛行機ではなくて、水上飛行機ってやつ、わかります皆さん。あの私が水上飛行機を初めて知ったのは紅の豚を見てからですということでですね、今回はですね、あの紅の豚になろうかと、ちょっとこれ見てください。あの今回のためにですね、ちゃんと衣装買ってきました。私こちら見てください、もう明らかにパイロットでしょこれ、どう明らかにパイロットいやもうさ、このパイロットジャケットとかこれ地味に高いんですよ、この帽子とかね。で俺これ今回飛行機乗るからっていう話でね、今回頑張って揃えたんですけど、ということでですね、今回はですね、その軍港にもう一回再度行ってですね、飛行機に乗って行こうかなと思うんですけど、いまいちですね、どこにあるかとか、その細かい情報を教えてくれるんですよ、何が必要かとか。一応車とかって、あの落ちてる車とかって乗る時に、修理、壊れてたら修理キットで、バッテリーとガソリンがないのは基本なので、一応バッテリーとガソリンは手に入れてあるんで、それはまあこのセット済みなんですね、私の中では。ガソリン満タンとバッテリー13大丈夫かなバッテリー13ととりあえずこれはあるんですけど、で一応ですね、あのアウトポスト、あそこに見えてるんですけど、アウトポストにですね、あの飛行機の修理キットなるものが売ってるんですよ。で私あの前回軍港に行った時に、あの飛行機の修理キット拾ったんです。これなんかなと思って、で売ったら高く売れたんで、もう全部売っちゃったんですよ売っちゃってるんすよ。で飛行機があるって聞いてから、あそういえば飛行機の修理キット拾ったなと思って、であのチェストをひっくり返したら、いや結局売っちゃってることに気づいて、もう一回買おうかなと思ったんですけど、めっちゃ高いんです、1万1000円もしちゃう。まあ日によってなんか値段変わるっぽいんですけど、1万超えるんすよ飛行機の修理キット。だからあの買えないんですいやパイロットの服買う前にそっち先に帰って話かもしれないんですけど、やば、見た目重要じゃないですかね、やっぱ格好からって、こういうのはさ、気持ち、こういう格好からやっぱ入らないと、気持ち上げていかないと、やっぱこういうのさ、そういうことだと思うんですよ。はい、なので、修理キットはないので、まあ、最悪、軍港をあの徘徊して修理キットを探すと、まあ、それ以前にですね、まずその飛行機、前回行った時ね、そうなかったと思うんですよ。ありました？まあでも水上飛行機というぐらいであれば、その水上にあるんでしょうねと思うんです。なんで、前回か行った時はですね、軍港、あの海沿いはあんま歩いてなかったんで、今回ちょっと海沿いを探索しながら、重点的に行こうかなと思います。それでは皆さん、早速もう二度と行くことないと思ってたんですけどあの場所へ行きましょう。到着いたしました。はい、もう慣れたもんですよ、ここまで来るのは。さてと、軍港ですね。これね、正面から行くと広いんですよ、ここ敷地がめちゃくちゃでかいので、どうすっか、これ下回りとかで行きますか。いやー、なんか港に面してるところもすごいたくさんあるので、でしかもすぐゾンビいるでしょ。よし、一応サプ付きで行きますか。いやー、もうロボの足音聞こえてますね。あんまり軍港来たくないんですよね、もう二度と来ることはないと思ってたんで、ここもう一回来るとはさすがに思ってなかったんで、ちょっと慎重に行きましょう、慎重に。内側サイドから回っていけば大丈夫じゃ、いるな。
こっち側サイドからぐるっと回り込んで、大丈夫だね、いるいるいる、こっちから、あ、いやいや、この距離でバレる、嘘だ、ちょっとここに隠れ、ここに隠れる、嘘、感知範囲広ないですか、やっぱ来たら、来てる来てる来てる、こっち来てる、こっち来てる、どこまで来る、あ、近い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 、伏せる、バレた、いやもう上見れないんですよ今、岩こえよーし、あの人感知範囲広だってないですか、大丈夫、オッケー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 、あーゾンビいるわ、あれは通常ゾンビ、ほいほいほい、あー防弾チョッキか、オッケー、大丈夫ロボ、あちょっとだけだね、今のうちに行こう、怖えよ、とりあえず急ごう、いやバレてる、なんで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 ロボ、ちょっと弾は13発、やばいこっちだ、あ、岩引っかかってる、止まってロボ、いや止まらねえなあいつ、止まらねえなあいつ、やべえ撃たれた、違うぞ、話が違うぞこれは、ちょっと待てよ、回収いけるか、これ今、あれじゃない、ねえみんな、あれ見えます、ほらあの真ん中にさ、なんかあれじゃない、違う、紅の豚、飛べない豚はただの豚、紅の豚あれじゃない、ちょっとそれはいいんですけど、紅の豚はいいんですけど、しまった、やばい、いきなりフェンス越えちゃった、違う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 、あのねパラシュートの時はあれなんですよ、あのね操縦できないからちょっとこれまずいな、これ一回外出よう、危ない、これ2回連続で死んじゃうとボディバックなくなっちゃうんで、これ急いで一回出て、よし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 、オッケー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 、うわそこにゾンビいるな、回収できないんじゃない、あー右のロボね、ゾンビどうすっかな、石石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 、こういう時は石、こういう時は石よ、こういう時は石作戦、ギリギリまで近づいて、じゃあ私のバッグ漁ってないんですか、あの人、あの辺ですよね、私やられたの、こう、遠すぎる、石遠すぎ、この辺、あ、行ったか、あ、行った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 、今だ、オッケーオッケーオッケー、伏せる伏せる、よし、回収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 、オッケー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 、あ、バレてますバレてますバレてます、ふさおさん、ただもう大丈夫、うー危ない、回収、いやロボやっぱきついな、ここどう、この先、さっきパラシュートで降りてくるときに真ん中ら辺したよね、あったのあれかな、多分あれだと思うんですけど違う、うわこっから見えないし、しかもこっからだったら見える、どう、うわー見えない、ちょうどあそこのコンテナの裏側、え、てか乗れるそれちょっと待って、このロボの視点をかいくぐってですよ、いけるかこれ、とりあえずこっち降りて、もう一段降りなくちゃいけないですね、あそこいるわ、はい、オッケー、しっかり撃っていきの、いるなロボ、大丈夫、あれ爆弾ゾンビじゃない、あの人ちょうどちょうど無理、このラインロボいないか、こっから撃てるんじゃない、ほっ、オッケー、でも爆破しんかったっすね、爆破しないってことは爆弾ゾンビじゃ、うまくヘッショが当たったのかな、いやめっちゃゾンビいるな海側、そういうことか、一回これ降りますか、こっちラインに
ロボはいるっぽいですね。はい。あ、いる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 。いや、これ向こうまで、これどうやって行く？向こうのラインまで。こっち側から回るのか。あー、さらにその向こうにもロボいますね。めちゃくちゃロボいるやん。あー、前はこっから入ってったんですもんね。石投げてどこまで行くのロボ。あ、結構向こうまで行くな。どこで振り向くかですよね。どのラインで。あー、そこのラインね。はいはいはい。あー、そこのラインで振り向くと。じゃあもう一回そこのラインまでちょっと待ちましょうか。ちょっと待ってください。これよく考えたらその向こうのロボに気づかれないですか。その向こうのロボがこっち向いて、あ、いや向こう向いて歩いてるか。今か。よし、今行ってみよう。走る。足音気づく？ここ入る。隠れる。うい、どうよ。次は次飛行機どこ。もう一個向こうの赤いコンテナ、1個目の赤いコンテナってその奥にも緑のコンテナと赤のコンテナ、あっち側かな。いや、このだるまさん転んだめっちゃ怖いんすけど。え、誰にバレた。嘘、バレてる。うわ、こっち来た。なんで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 バレた今。もう警戒態勢が半端ねえぞここ。すごいロボもなんか敏感なんぞ、いつになくいつになく敏感。やっぱあれから飛行機守ってんのかなみんな。これどうする、超怖いですけど。まただるまさん転んだ、なんでこっちサイドに行くまで待つしかないですね。ロボが、ロボがこのゲートのライン越えたら行こう。後ろから来るとこないよね、いきなり。大丈夫、後ろから撃ってくるとか。通常ルートだよロボ。あ、通常ルート行った。よし、オッケー。今だな、ここだ。行くぞ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 。走れ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 。これ無理か。正面、これ気づかれた。正面気づかれた。一気に行く。なんとかその隙間。うわ、やっぱ怖。ここで隠れる。怖え来る、来てるね。後ろのロボは大丈夫。正面のロボだけだね。正面のロボ、正面の正面のロボが、いやー、右のロボも赤い目が警戒中だから。あ、こっちまで来れないのかロボ。どう、この奥に、あったー見た、あった、ほら見て、飛行機乗れためっちゃかっこいい。ちょ、でもすごい乗りづらい。これどうすればいいんだ。向こうのロボどこまで歩く。でもこっちのロボもいますよね。あー、でもここで一旦両サイドみんな向こう向くのね。あー、このタイミングか。ちょっと一回ちょっと様子見させてくださいよ、これ。よし、今か。行くぞ。はい、これで燃料入れる。はい、時間かかんねん、燃料。ちょっと待って、めっちゃ時間かかるこれ。え、やばくない。これキャンセルする準備しといて。早く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 、燃料めっちゃ時間かかる。あ、来た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 、やばい、撃ってる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 。一回逃げる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 。おぶねーぶねー、燃料めっちゃ時間かかんねんこれ入れるの。ほら、もう警戒モードでしょ。ちょっと何この難易度、すごいんですけど。いや、 やっぱ石とか投げたりとかあれかな、なんかちょっとロボの注意を引きつける何かが必要なんじゃないですかこれ。これ無理やで、怒ってるも目が赤くなってさ、ロボ。しかも時間かかるし。でバッテリーも入れちゃう。いや、今見れなかったな。どうでした、こっち来るかな。いや、こっち来そうだねロボ。こっち来るね。痛い、何、なんで、なんかすごいの撃たれた。やべ、挟まれてる。しかもなんだ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 、なんかドカーンってなった、ドカーンって。 C4、 ちょっと待って、これこういう時のために止血、止血全部使う、回復系のアイテム全部使う。てか何、え、ロケットみたいに撃ってくれるの。なんかグレーか、ロケット、
あれ？ちょっと待って。は？飛行機がない。は？今の爆発音って。え、ロボ壊した？飛行機。嘘だろ？おい。